ずは日本の赤丸を書きまして挟むように夕刻と書きましょう。ちなみに夕刻とは国の現状や将来について心を痛めることを意味します。国の漢字を9文字に変えました。漢字のフォントを変えてみます。再度フォントを変えてみます。